ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は桜坂46フォースシングルサミダレヨの、リアクション&即興楽曲分析やっていきたいと思います。このチャンネルでは、前身グループである欅坂46から、桜坂46まで、全シングルの表題曲を、楽曲分析という形で、取り上げてきています。欅坂桜坂ウォッチャーの、私パクユーが、サミダレヨをこれから聴くという感じでございます。この楽曲、今週の月曜日にラジオで初解禁があって、で僕聞きたくて聞きたくてしょうがなかったんですけど、この動画を、撮るために今までずっと我慢してきました。1秒も、まだこの楽曲聞いておりません。まず、新鮮なリアクションを、お届けし、その後、楽曲についていろいろ音楽家目線の、お話っていうのをしていきたいなと思います。今回このサミダレヨのオンエアに合わせて俺たちのサミダレヨを作ろうという、企画をやっておりました。ちょっと僕の、一身上の都合で、途中でちょっと企画を中止せざるを得ないという、状態になってしまったんですけれども、これまでの、桜坂の、シングルっていうのを分析して、サミダレヨはきっとこういう感じの曲になるんじゃないかっていう、予想をする、傾向と対策を練る配信っていうのは、アーカイブで、残っておりますので、興味がある方は右上の情報ボタンからぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは、やっと聴けるぜっていう感じで、やっていきたいと思います。このチャンネルは音楽愛好家音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関する様々な動画をお届けしているチャンネルです。ぜひチャンネル登録のサポートをよろしくお願いします。はい、それでは聴いていきましょう。はい、もろもろの事情で、音を流すことはできないんですけれども、一応再生のタイミング、は分かるように、流しますので、ぜひ、お手元にある音源と合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。それでは行きたいと思います。5、4、3、2、1、ドン。なるほど。なるほど。なるほどね。セゾンや。これちょっとあれだな。左に寄ってんな、この音源。外れ引いたな。これちょっとラジオ音源不利なパターンやな。はい。そっちね。なるほど。今、ワンコーラス終わった感じですね。もう完全にセゾンやね。ちょっと、拳聞いてる感じのな。そうだよな。サミダレヨっていう、サミダレヨっ
っていう言葉のイメージからはやっぱこういう曲だよね。なるほど。さみだれよ、苦しいよ。この跳躍の仕方はいいっすね。これどういう踊りなんだろうね。どういうパフォーマンスなんだろうね、これね。結構長いよね、曲もね。ショートバージョンになった時にどういう印象になるのか。これはでもね、ラジオ解禁はすごくもったいないね。小雨になった言うてますね。いや別に何も間違ったことはしてないよね。なんか変な音したな今。どうなんだろうなこれな。どうなんやろうなこれ。どうなんやろうな。どんな顔してんだろう俺今。はい、終わりました。これから、即興分析、というところに入っていきたいと思います。はい、それでは、一回聞いた、印象感想、お話ししていきたいと思います。もう曲聴きながら、言ってましたけれども、完璧に、桜坂46番2人セゾンという、感じの曲でしたね。そうなるんじゃないかという、予想だったりとか、願望だったりとか、そういう声は、リリース前から、解禁前からありましたので、あ、そっちに行くのねっていう、感じかな。で、二人セゾンもそうなんですけど、二人セゾンの良さっていうのは、音が良かったっていうのが僕はすごく、大きかったと思っていて、で、僕ね、二人セゾンを一番最初に聞いた時って MV で聞いたんですよ。ラジオ解禁のタイミングじゃなくて、MV で聞いて、めちゃくちゃテンション上がって、で、その日のうちに楽曲分析動画を出したら、死ぬほど再生されて、別に死ぬほどって言っても大したことないんですけど、2016年の話ですから、で、YouTube 始めたての頃で、もう何万再生っていう再生がもう1日でブワーってなって、大変だってなった、記憶、今でも鮮明に覚えてるんですけれども、ラジオ音源で、この曲は正直、評価っていうか判断できないなっていうとこはありますね。ちゃんとした音で聞いた時にものすごく印象が変わる可能性があるなっていうのと、あとはパフォーマンスを見た時に、あとミュージックビデオを見た時に、すごく、よく聞こえる、よく見える、可能性はあるなっていうふうに、感じています。というのも、二人セゾンもそうなんですけど、木をてらったことを全然やってないんですよね。で、今回の曲もそうです。いわゆる、
まあ日本のポップスのあるある、進行、美しい、進行を、こうずっと繰り返すという感じの、それはメロディー、コード進行、どっちもそうですね。でアレンジに関しても、まあ、全然あの気をてらってないというか、あのもう定型っちゃ定型みたいな、なんだけど、そのこうなんだろうな、うん、構造、うん、なんだろうな、美しさで見せると、そういう曲だと思うんですね。なのでやっぱ音が良くないと、いい音で聞かないと、魅力っていうのが、うまくこう伝わってこない、っていう感じはありますよね。だから、まあ、正直面白みはないですよ。その二人セゾンっていうのはあれが初めてだったので、驚きはありましたよ。驚きというか、あのそこまでの流れっていうのがあって、もう素晴らしい曲だって僕は思ったんですけど、もうこのサミダレヨっていう曲は完全に、セゾン意識の曲になってるので、間違いないので、それは、だからまあ桜坂46というグループに必要な楽曲、あのこういう曲があることで、例えばライブが閉まるとか、でまあさっきから言ってるように何も間違ったことはしてない美しい楽曲なので、ファンの皆さんに愛される曲にもなるのかなとは思うんですけど、まあ面白みはないよねっていうのは正直なところ、予想を超えてきてないよねっていうのはまあ僕の正直な、印象感想っていう感じですね。ちょっと歌詞を見ていきましょう。もう 4,5 日経ってるので、きっと誰かが、しっかりと書き起こしてるでしょう。ね、今回は、聞き取りにくいところっていうのも全然なかったですからね。サミダレよ教えてくれ、曇り空に叫んでた、やむつもりかやまないのか、先のことわからない。サミダレ式に、好きになってく。ここも完全に、二人セゾン、はーのとこですよね。完全に。うん。そうやね。言葉ね、自分の方からなんて絶対に言い出せない、はっきりとしないのは天気も気持ちで、そのサミダレ式に好きになってく、まあ、先のことはわからないままサミダレ式に好きになってくっていうフレーズが、ティザー映像に、出てて、それがどこにこう使われるのかなっていうのはあの予想でも結構盛り上がったんですけど、僕はあの B メロなのかなって思ってたんですよ。あの配信では多分明言してなかったと思うんですけど、B メロにして俺たちのサミダレヨは作ってみようかなってちょっと思ってたんです。なんですけど結果的には、サビの、最後でしたね。であとはサミダレ式に好きになっていく。でそこでもう、サミダレヨのサミダレが入ってるわけじゃないですか。でそことは別にサミダレヨっていうフレーズが使われるのかどうかっていうのも個人的にはすごく、気になっていたところだったんですけど、結果的には、歌い出しがサミダレヨということで、しっかりと使ってきたというパターンでしたね。あとはね、僕ね、その今回センターが山崎さん、ということで、山崎さんすごくこう表現力が豊かな方だなっていう風にライブの配信ライブとかを何度か見て僕は感じていたんですけれども、正直歌っていうところに関してはちょっとこう聞きやすい歌ではないなっていう風に僕は感じていて、で今回まあセンターだっていうこともあって歌い出しが山崎さんの声だったんですよね。多分山崎さんが歌い出しを歌うっていう感じだったんですけど、音楽的に、音楽的に考えると、その一点だけでね考えると、僕はあんまり適任ではないかなと思いますね。だからグループをこれからどうしていきたいか、誰を真ん中に立たせてどういう風に見せたいかっていうものと、楽曲が噛み合ってるかっつうと僕は噛み合ってないと思うなって感じっすね。うん。まあ、ファンの皆さんは、そこに意味を見出すので、問題ないと思うんですけれども、じゃあこの曲を、桜坂
全く知らない、全く知らないっていう人もなかなかいないと思いますけど、あまり興味がないっていう人が、例えばそれこそラジオでね、ふと流れてきた時に、この歌い出しに、心つかまれるかっていうと、どうなんやろなっていうのは、まあラジオ音源を聞く限りは、思いますね。で、まあ歌詞に関しては、もうちょっとじっくり読んだら、なんか深いよねとか、あ、こういう意味があるよねとか、この中で描かれてる人間模様、実は複雑だよねとか、いろいろ出てくる可能性はあるけども、その、さみだれよっていうタイトルが、こう先に、告知されて、その、さみだれという、さみだれよとか、さみだれ式とか、そういう言葉の、から、想起する、うん、物語とか、イメージとかっていうものを、こう、全くなんか、良くも悪くも裏切らない。ずっとまあ雨のことを歌ってるみたいな、雨をこうモチーフ に歌いますよ、そういう歌ですよみたいな感じですよね。いや正直ね、正直結構僕は食らってる今。僕はまあこういう感じで、いつも正直な感想とかを好きかって言ってきたので、言っちゃいますけど、今回もちょっとな、そうがーって感じですね。はっきり言って。すげーこう、まあね、桜坂の場合は、センターがね、3人センターがいて、3曲あってみたいな、そういうスタイルを取ってますので、残りの2曲、MV が作られるであろう残りの2曲に期待っていうところはありますけれども、流れ弾のなんて言うんですかね、こう、流れ玉という、7曲か8曲ぐらいか、あのシングルに収録されている楽曲のトータルのクオリティとか、面白さっていうところを超えられるのかいというのはね、すげえ不安、怖いって感じですね。まあそれがね、正直なところでございますよ。ただただっていう言い方もあれなんだけど、いいなって思ったところもあって、リアクションしながらお話をしましたけど、サビの頭で、まあ、歌い出しで、さみだれよ、教えてくれ、さみだれよっていうの、フレーズが出てくるわけですよね。で、そこに対して、2番のサビは、苦しいよっていうふうに変化するわけですね。世残しで、こう、全然こう、なんていうんですかね、内容を変えるというか、さみだれよ、教えてくれという、まあサビ、一番のサビからすごく距離の遠いところに、スムーズに飛ぶと、苦しいよ君を思うと、一方的で何もできない、息もできない、っていう風に飛ぶと、そこは安し節というか、僕は秋元安しオタク、秋元康ファンでございますので、僕の康の好きなとこ、1番と2番で全く違う話ができる、まあ違う、まあもちろんつながってるんですけども、違う角度から書けるっていうか、文体が変わるってわけじゃないんだけど、なんかもうなんで合ってるのは文字数だけみたいな、そういう歌詞が書けるっていうのはヤスス の, すごく僕が好きなところではあるので、そこはいいなって思いましたね。はい、いかがでしたでしょうか。なんかほんとすんませんって感じですわ。全然ポジティブな内容話をできなかったって感じっすね。申し訳ない、申し訳ないけど、これが今の僕の気持ち。ただ音が良くなれば、いい音で聞いたとき、MV と一緒に見たとき、全く印象が変わるっていう可能性はあるので、また MV 見てね、いろいろお話ししたいなと思っております。で、明日はですね、ちょっと乃木坂の新曲、リアクション
&即興楽曲分析やっていこうかなというふうに思っております。何やらね、なんか荒れてるという話を聞いておりまして、あのツイッターの方にもですね DM が何通か来てまして、パクさん乃木坂の曲が大変なことになってますよと、ぜひチェックしてみてくださいと、そして、いろいろお話をしてくださいと、聞きたいですなんていう話も、DM もいただいてたりするので、僕も気になるのでそっちも我慢して、まだ1フレーズも聞いておりませんので、明日はそれをやりたいかなと思います。興味ある方はぜひ、そちらもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。